相馬森次は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名。相馬市十五代当主、道の区国行方軍の高城主。協六2年、14代当主、相馬県種の嫡男として生まれた。森種の母は、道の区守後伊達種宗の長女であり、森種の室は、現在の伊達市にあった、掛田城主。 かけた吉宗の娘であるなど、伊達氏とは密接な血縁関係にあったが、伊達種宗は、長男、春宗と対立。天文の乱が勃発すると、父、剣種は種宗派として春宗と戦ったため、森種も種宗派と目された。足名氏は、伊達氏の内向に乗じて独立。相馬氏は、 伊達氏と足名氏の南道の区の二大勢力、そして領地を接する田村市、岩木氏市、日立国の佐竹市などのきっ抗する勢力の間で、黒人領主としての選択を迫られた。種宗が、イグ軍の丸森城に隠居した後も、相馬市と伊達氏は、丸森城とイグ軍周辺領域をめぐって、構想は激化し、1540年代から1590年代までの、 半世紀にもわたって、戦に明け暮れたという。天文16年、黒川城主である、足名森清、森氏不死、須賀川城主二階堂照之、三春城主の田村義明、劉剣不死はそれぞれ領地を接し不和を生じた。足名氏は春宗派に転じ、飯野平城主岩木重隆と結んで、浅香口に出陣、種宗派、田村氏と争った。 相馬県根の弟、堀内金根の性質は、阿島森清の娘であるため、政略結婚上、浜通り北部の相馬氏は、三春城の田村氏を、中通りの二階堂氏や合図の足島氏と協撃する、形成となった。同年、伊達春宗の長男は、岩木氏へ、養子に入った。天文十七年、祖母が、田村家出身であった。 岩木重高は春宗派と足名氏の勢いに乗り、また、白川城主、結城春綱の県政を後ろ盾にして、相馬領へ進行した。このため相馬氏は、岩木氏を警戒する事態となった。田村氏は、達夫氏の間を調停。天文の乱は十三代将軍、足利義輝の仲裁を受けて、種宗が春宗と阿武隈川を挟んで、相馬、かけた。 渡り寄りに位置する丸森城に隠居して、春宗に家督を譲るという形では牧師集結した。一方、関東では、御法上主を、はじめ、諸大名が、下国城の辞世に乗り勢力を拡張し、足利将軍家の力も及びがたかったため、その後も南道の区の諸大名と、国人領主は、王宇、関東の派遣や自家の命運をかけて争った。 同年、着男、吉種が生まれた。天文十八年、当、剣種が死去したため家徳を継いだ森種は、以前からの約束を違えず、妹を田村清明に嫁がせた。それに際して、化粧料として、シネハ軍のうち、南津島、桂尾、岩井沢、古道の四合村を、田村氏に譲った記録が残っている。この頃、森種の室の実家である。 かけた上主である、かけた春秋、吉宗伏は、春宗の出した和睦の条件、剣太白撤廃を不服として、抵抗を続けていたが、天文二十二年に、ついに滅亡した。工事三年、伊達春宗と名取軍の座竜川で戦う。永禄二年、伊達種宗が、小高城へ来訪、自分の娘を吉種の嫁に勧める。翌永禄三年、種宗の末娘。 越ッ午前を吉シタの性質として迎えた。A65 年8月15日、中村城を出陣拠点として、佐竹義明の居城、大田城を攻めんとする。佐竹義明の軍勢を、孫沢に迎え撃つ。ついで、義明と森種は和睦する。この時の相馬軍の使者を祀る、慰霊碑として、現在の日立高駅の近くに、相馬碑が建てられている。 A66 年、相馬家臣の青田賢治、種地伏や中村城代、草野直清らが離反し、渡り軍の者を仲間に引き入れ戦に及んだ。森種は吉種を威人させ反乱を鎮圧した。この戦では、佐藤義信が対抗を立てた。同年、渡り元衆は、名取軍、北目忠義と不和となり、相馬に火星を頼んだ。 森種は義軍を出し、北目城を攻め落とした。A67 年、相馬府氏は、渡本州を助け、名取軍北目に出陣。阿波の州国を打つ。かつては、現在の宮城県仙台市大白区に北目城が、名取市に北目村が存在した。北目城主の阿波の大前は、名取軍北方33郷の旗頭として、勢力を振るっていたという。 近隣ではルス建造と国部宗政が対立していた。この時、伊達種宗は隠居の身であるが、近く丸森城におり、今だ存在感を示していた。伊達種宗のほらによる支配力強化のため、相馬氏と渡り氏が協力して北目を攻めたと見ることができる。そして時代は種宗派と春宗派の対立から、春宗派と輝き宗派の対立へと変わっていった。 伊達屋中では春宗が家督を、輝き衆に譲り隠居。渡本衆は、輝き衆の軍勢を恐れ、相馬との幾軍攻めを提案した。同年には、角田城の寂氏が、伊達明衆へ反旗を翻している。A68 年、将軍、足利義輝が死去し、同年に、伊達種宗佐竹義明も死去。種宗の遺言をめぐり、相馬氏と伊達氏の間で、 領土問題が起きる。伊達氏と佐竹氏、領友の勢力に挟まれる形勢となっていた、浜通りの相馬氏、岩木氏は、方針転換の時期を迎えた。この頃、相馬家では、吉種の性質、越下御前と離縁し、伊達家に返したとされる。越下御前は、離縁してからほどなくして死去したという。森種は、田村氏との付箋関係を維持する一方で、 伊て、アキラ州と、伊グ軍丸森城をめぐって争うこととなる。A69 年、相馬府市、渡元州の誘いに乗り、古西金津を攻めを決行。5月、相馬家臣、死ね橋の一族藤橋種、大河、伊グ軍、古才城代、八家へ七路兵を撃つ。相馬府市は、渡元州と共に出陣して、伊グ軍古才城を略奪。続いて、 金津を攻略した。古才は、相馬良、金津は、渡り領とされた。この後、金山は城もなく屋敷構えだけだったので居住していた、伊達の地侍四十九院を解いて、味方にし、暴風の夜に乗じて、屋敷内に、相馬の軍勢を入れた。永六十年、春宗の後継、伊達明衆に、長男、ボンテンが生まれる。 A61 年4月3日、伊達明衆と伊達軍小島に戦う。A62 年、森種の性質、掛け田御前が死去。供養のため金正寺を建てる。元気元年3月20日、岩木隆氏死去。これより先に、相馬家臣、室原伊勢が守る富岡城を、岩木隆氏に攻められ、木戸城と富岡城を奪還される。4月14日、 相馬府市井グ郡丸森城を攻め落とす。また同年、伊達の宿老を逃げくる。元気二年、渡り家臣、坂本高俊の居城渡小山城を攻める。元気三年、坂本三河、美の首山に新たに、坂本城を築城。天正元年に、室町幕府が滅亡すると、天正二年一月、岩瀬郡須賀川城主、二階堂森吉が、伊達氏から離反。 田村氏は、二階堂氏を攻め、2月16日までに南は、白川雄樹氏の領地、龍崎、岩寺西は、足名氏の領地である、朝香郡の成田、川田、富田、小原田まで制した。天正2年9月6日、田村隆主権死去天正3年6月下旬、相馬府市、座流川で敗れる。森種は、河西市、国府市、 渡利市などの現在の宮城県の諸将と共に、伊達明秋衆を攻めようとしたが、諸将は気色を変えて攻め寄せる気配を見せたため、交代を決意した。敵の鉄砲隊には自陣を乱され、大雨で、川水は増田九流が土橋を流していた。森種は、無事に、ザル川南岸にたどり着くも、吉種は川へ入ろうとした時外周を、敵の熊手にかけられ逃げられなくなった。 そこへ、すでに川を渡っていた黒木津島が馬を返して、川に飛び込んで吉種を救った。津島は、相馬剣種に撃たれた、黒木壇上聖房の子である。その後、森種は自ら伝軍を務め交代した。総軍で追撃を受ければ、相馬不死の命も危なかったが、敵は追撃してこず、鉄砲も、音だけで、弾丸がも飛んでこなかったという。 天正四年春、相馬家は、青田賢治の子、新建種子に奥軍を探らせ、吉種の皇室に、物産深谷の小野城主、長江政景の娘を迎えた。4月13日、吉種を渡り領へ出陣させ、在家に放火、撫で切りを行い、増票を打って、物資を略奪。渡り元衆と対陣 元宗は攻めて来ず、吉種は新地まで引いた。5月6日、渡り元州伊達明衆の火星を得て15日には、新地と駒ヶ峰の間まで進軍。駒ヶ峰城を攻めるが、吉種が城から撃って出ると交代。渡り軍将、包みゆまで引いた。輝き衆ここに数日投留し、この間に、古才の内側固有矢の目に陣を張った。 7月17日、湖西金山城で開戦。相馬府市は、伊達明州と戦い明ヶ山で大勝したが、この後も伊達勢はひるまず、一進一退の攻防を続けた。8月5日、田村清明、伊達、相馬の戦いを仲介する。伊達春宗これを聞かず。8月下旬、相馬府市。 吉種の活躍で、坂本三河を打つ。9月13日、足名森氏、将伊達明衆に送り、相馬と和睦することを進める。10月9日、相馬森次伊達軍川又を攻める。同日、伊達明衆、幾軍古西城を攻める。同10月、足名森氏、田村清明、北条宇治政ら、伊達明衆と、相馬森次との和睦を図る。 輝き衆これを聞かず。11月15日、伊達政宗元服。天正5年12月5日、伊達春宗が死去。天正6年1月、森種は家督を、着難の吉種に譲り隠居した。その後も、各地の城代となっていたこの里種や高種を補佐に当たるなど、政治的、軍事的活動は継続した。隠居後も、伊達氏とは、 一心一体の状況が続いていた。また、藤士大坂江水域によれば、同年3月、岩木氏とも戦いを交えている。天正11年、吉種は、伊達明州、正宗府氏と伊武軍金山城、丸森城で戦うが、中村城下に自ら出向いた、田村清明の説得で、丸森城、金山城を返還し、伊達氏との和議が成立した。しかし、 天正十二年の足名森高の死去、天正十三年の伊達明キ州と、日本松・義継の死去という有力大名家当主の死去が相次ぐと、王宇の情勢は大きく変化した。吉田根は一取り橋の戦いでは、足名、佐竹連合軍に加わった。佐竹氏を総対象として4倍以上の戦力差で、政宗を攻め、窮地に立たせるも、伊達かしん。 鬼は左月祭や伊達上実の噴泉などによって、正宗を逃し、天正14年には、森種の妹婿である、田村清明も死去。田村氏の継承問題を皮切りに、相馬氏と伊達氏の関係は決裂。闘争は激化した。天正16年、大崎家中の内紛に介入した正宗が、敗北すると、相馬府氏は、足名義弘と組んで、再び、 政宗と戦うが、決戦には至らず、天正十七年には政宗によって、新地城、駒ヶ根城など、歌食いの拠点を奪い取られ、足名義弘がすり、上原の戦いで、政宗に敗れると、伊達氏は、足名氏の半島を平凡し、相馬氏は一気に、滅亡の危機に立たされることになる。この高種を失うなど不利を悟った森種は、加盟の存続を考え、 伊達氏への服属を、小高城の吉種に提案した。しかし、吉種は自害か討ち死にを主張したため、森種は武士の本会であるとして同調し、自身も中村城で切腹することを表明した。吉種は政宗が攻めてきた時は防戦せず、旗本に突撃して討ち死にすることを望み勇士を募った。翌日、侍五十人。 ゲゲ434人が、小高城で、妙見水を飲み討ち時にの友として制約したが、このことを聞き伝えると、領内全土から侍だけでなく、町人、百姓、倍重までが制約したため、総勢2000人余りになったという。しかし、翌年、豊臣秀吉の小田原征伐が始まったため、伊達市の進行も中断された結果、 相馬氏は秀吉に所領を安堵され、近世大名として生き延びることができた。慶長5年、相馬氏は、関ヶ原の戦いを中立。翌慶長6年、相馬氏の奇数が定まらない中、森種は没した。ありがとうございます。